はい、こんにちは、タムです。今回なんですけども、エリザベス1世と十文字ライハーアルファを使ってみたらなと思います。で、近畿の悟空28で多分これめちゃくちゃ強いと思うんですよね、うん、で、ボスにワンパン、配置してね、減速壁と加速床にしっかり減速して配置すれば多分、ワンパンはできると思うんだけど、個人的になんかそれはなんかあまり現実的じゃないのかなと思った、うん、これ実はね、これ3回目なんだけど配置がね結構難しかったのよ。だから個人的にはワンパンはあんまりおすすめしないかな。ボス2で配置してワンパンは、まあ、得意な人はそれでいいと思うんだけど、僕はちょっとボス2ワンパンは狙わないかな、うん、透明化したんですよね。だから僕はおすすめしない、うん、まあめちゃくちゃ上手い人だったら全然ねそれでいいと思うんだけど、はい、 OK。 で、一応狙ってみるか。あー、入れました。おおこれはラッキーだね、うん、あんまりねここ反射僕使ったことないんで、うん、初日の頃のマチュピチュとかイタドリしか僕使わないですよね、ここだから。なんかあんまりあれだね、うん、あと十文字ライハは動ける孫悟空みたいなもんだから、まあ強いよな。アンチ減速壁持った孫悟空だもんね、うん、僕ねここ孫悟空使ったことないんだよね。ちょっと使用感は僕わからないんですけども、まあ孫悟空使ってた人にとってはこれだいぶ快適だろうね、十文字ライハアルファは。うん、で、貫通パネルにしたいからゲージを外してこんな感じで OK 調整。この近畿の悟空28はやっぱり調整ゲーなんで、しっかりね調整してあげたらとてもね簡単に立ち回れることができるんで、うん、しっかり刺激してみたらどうでしょうか、うん、強いな。あ、エリザベス1世、僕身ねこんな感じなんですけども、こんな適当な厳選でも全然いけるんですね、うん、ちょっと僕これ今後はジョン万次郎と、じゃあヴィランジョン万次郎とイタドリとマームとエリザベスでやるかな、多分これ今後は。で、これ配置悪いな。これさ、弱点なくてもダメージって通るんかな。あ、結構通るね。ただ弱点ないとあんまりダメージは入らない。下の反射床を貫通床にします。 OK。 で、これで 1P の中距離拡散弾でおじいちゃん倒すからこれでいけるはず、うん、この編成のちょっと使いにくいところは友情コンボでおじいちゃんを倒しにくいところなんですよね、うん、だから少しだけ使いにくい点はあるかな。で、 2P で倒しに行きます。はい、OK。 まあこれ反射のいいところだね、これは。で、これもまたパネル調整をしたい。これで OK。 OK。 で、上のおじいちゃんを叩いて
下に戻ってくる感じで加速に触れて、うわこれは僕が悪い、うん、ただいい調整にはなったね。下赤パネルになったからこれで戻ってきて赤パネルに触れて OK、 しっかり減速して倒す。で一応ワンパン配置頑張ってみようか。これ多分無理だと思うけど、はい、うわー入れ番するな。入れ番するのはちょっとあれかな、使いにくいところかな。まあでもそれさえ目つぶれば強いっすね。でいけるかな、加速に乗って戻ってこれないか。お戻ってこれた。そっか超アンチ減速壁だからそうだね、うん、強いね。はい OK、 パネル調整完了。ちょっとやっぱり反射だとここは削りにくいな。やっぱりボス削りとかはエリザベスに任せた方がいいね。一面のところは一面はやっぱり SS 使わないと反射はきついから、はいこれで戻ってくるように。おそらくこれは最後に弱点当たるようになってるはず。はい OK。 でこれもパネル調整したいけど下に配置しよっか、十文字ライハー。あただ3ターン後に即死か。てかさこんな火力見てるとさパネル揃えずやっぱりなんか適当にカンカンしてた方が火力出るね、十文字の場合は。これでいっか。はい、あまあいいや。はい OK。 で SS をボス2で1本でラスゲで1本打つわ、でビーラとブリトラか、ブリトラの間に挟めるからそこに挟めたい。これ無理だな、無理っぽいな。一応頑張ってみるか。無理、パネル調整しに行けばよかったかな。 4P がいい位置いるからここでバジリスクを倒す。バジリスクだね名前確か。で 1P で倒しに行きます。で 2P で SS 打って 4P で OKOK。 こっちの方がいいと思う、スピード速すぎると抜けちゃうから。はい OK。 これはどうなんだ、どれぐらい出てるんだろう。これでいっか、しっかり減速触れて OK。でこれ SS 打つか、これで OK。 はい強いな。はいということでエリザベス1世と十文字ライハーアルファを使ってみました。まあ近畿の僕28においてはこれめちゃくちゃ強いですね。普通に
あの夏休みアルファガチャで近畿の5区28困ってるんだったら引くといいと思ってます。はい、それでは動画を終わりたいと思います。ぜひチャンネル登録と高評価していただくと嬉しいです。バイバイ。